皆さんおはようございます。近藤昇のブレインワークスワールド、前回からブレワということでお話をさせていただいてます。今日は7月22日ですね。で、今日はですね、ご案内しますように、ブログを毎日書いて分かった書く意味と価値ということで、まあ実は私ブログをですね、6月14日14日から思うところがあって毎日書いてるんですね。昨日で38回書きました。で、まあ今日も明日も書くわけですけども、今の時点で今日アップする原稿は書いてるんですけれども、まあ昨日はですね、まあ、ちょうど1年前にルワンダにいたので、まあ、ルワンダの温泉のね話をこういうふうにアップしました。まあこれは今アメブロなどを使ってますけど、これはアメブロにアップしたんですけどね。まあ、この昨日の分は結構こう写真を、アフリカの写真をねふんだんに使ってみました。で、まあ、この右の上見ていただいたら分かるように、これ本当にアフリカの、まあ、中央部の高原というか、そこに大きな湖があるんですけど、そこの湖畔にリゾートがあってですね、まあ、そこでこういう温泉にね、実際本当にこれ観光用じゃなくて地元の人が使ってるんですね。こんなことがあってですね、このブログを書きました。で、まあ、ところでブログってもう本当にこの10年ぐらいでものすごく一般化されましたですよね、このブログが。で、ちょっとこれまあ知ってる人は知ってるんですけど、意外とブログは何かだめ分かってないんですけど、こうインターネットが出てきた時に、ウェブが出てきた時にですね、このウェブプラスログ、つまりウェブ上にログを書くと、ログを残すと、そうすると日記もありますし、まあきちっとした文章もあれば評論の記事もあったりね、まあだから自由に始まったのがブログなんですね。で、まあ実際私もブログとして書き出したのは20年ぐらい前なんですけど、今のようなプラットフォームがあったわけじゃなくて、今っていうのはアメブロとかハテナとか、まあ、いろんなこうブログのプラットフォームができてるので、なんとなくブログといえばってイメージができてきましたよね。で、その一方で SNS がどんどん発達してきて、その SNS は何かということでね、この境目が明確になりつつあったりしますよね。で、ちなみに私、今までですね、まあ、ブログをずっと20年間書いてきたということはなくて、20年前にこのだから中小企業の IT 化失敗するの本を作ってですね、まあ、これをきっかけに日経のスモールビズという、まあ、それが本当にウェブがインターネットが広がりだした時に、日経 BP 社がですね、ビジネス用のブログコラムを集めたサイトを立ち上げたんですね。で、日経 BP 社とその頃いろんな仕事をやってましたので、まあ、小さく書いてますけど、その日経スモールビズの上の日経 IT21 っていう、そういったいわゆる日経コンピューターの中小企業版みたいな雑誌も創刊された時に、そこに連載もしてたりね、まあ、そういう流れから日経スモールビズっていうのを3年間やりましたですね。で、これ2週間に1回書いたんですけど、で、まあ、その時にいきなりその、まあ、原稿料もいただいたので、ビジネス的な感覚でブログを始めたんですね。ただもうすでに私その頃本を書いてたので、まあ、書くということはある程度慣れていたと思います。で、しばらく空いて、まあ、ただその間にもですね、いろいろ自分たちの情報マガジンとかにコラム売ったり、あとメールマガジンですね、よくあるメールマガですよね、インターネットというか E メールに載っけて特定の人にメールマガジンを送るということをやってたり、まあ、だからずっと書いてはいるんですけど、で、10年ちょっと前にこのエマージンググローバルエリアを走るということで、まあ、私ベトナムとか新興国行くことが多いので、まあ、そういう中でブログを、まあ、書き続けてきました。まあ、ただ例えばこのアメブロを見ていただいて分かるように、ね、バックログというか全部残ってるんで、やっぱりムラがどうしてもあるんですよね。だからそれを今回このコロナ危機の中で、まあ、実際は3月ぐらいからまたこう1ヶ月に 4、5 回書き出したんですけど、時間があったというよりもどうせだったらということで、6月14日からね、こういうのずっと書いてみています。まあ先日も
オンラインで少し話したんですけど、というかブログにも書いてあるんですけど、まあ30日で辞めようと思ってたので、6月14日から始めてですね、この7月13日で辞める予定だったんです。ちょっと真ん中にブログを30日連続で書いてみて分かったことと書いて終わろうとしたんですけど、まあなんとなくそれまでにネタもたまったし、まあなんとなくこの習慣が多少身について、まあ日記じゃないんですけど、毎日考えたこととか、まあ伝えたいことを書くのはちょうどいいなと。まあリズムがいいですよね、一日一個っていうね。まああのリブログも途中で入れてたりするんで若干紛らわしいですけど、まあ一日一個のペースでやろうと。まあ実際私本を書いたことあるので1日10個書けと言われれば書けるんですけど、まあとりあえずこのブログに関してはこういうリズムでねやっていこうかなと思ってまして、まあ今日も午後どこかでアップしたいなと、まあこんなふうに思います。でですね、今日のご案内のその40日近くやってみて連続して書いてみて分かったことということですが、まあやっぱりそのブログの周りが変わってる、環境が変わってますよね。先ほど言ったようにこのウェブのログが始まった頃というのは、まあメルマガとブログの仕組みが簡単なのがあるぐらいだったんですけど、今ってもう皆さん知ってるように YouTube との連動があったりですね、もう SNS というのが周りにいっぱいあるから、まあそういったものとどうやってこうねつなげていくかっていうことが常にあると思いますね。でまあ当たり前ですけど、私も先ほど言いました、リブログ、自分の過去作ったブログをアメブロ内でリブログするとか、あるいは自分がもう過去投稿したもの、まあ著作権という意味では自分にあるので、それを常にこう活用することもできるということですよね。だから記録に何らかで残してくると、まあ損するというより、まあ書くのは結構労力かかりますけど、どんどん溜まってきますので、その過去のコンテンツとか記事がつながってくるっていうね、それがしかも最近は写真とか動画とかいろんな表現方法があるので、それとこう相まって面白いコンテンツがこうできてくるという、まあそこでプラスアルファコンテンツって書いた、この図の意味なんですけどね。でブログ書くときっていうのはもう本書くときの方がもっと骨が折れますよね。本書く、印刷、紙の出版物、まあ電子出版でも一緒なんですけど、やっぱり正式に商品として発刊する、本を作るということは、やっぱり誤字脱字はいけないしね、事実と違うこと書いてもいけないし、まあ感想文やったらいいと思うんですけど、やっぱりその時代交渉というとことかね、いろんなことでこう誤字脱字のチェック、こういうのもいるし、まあ本当に遂行という作業があるわけですね。だからブログの場合もやっぱり 2,3 回遂行を私もしてて、自分自身でする場合と周りにいるスタッフにしてもらう場合があってですね、やっぱり誤字脱字見つかりますよね。ただ本と違って印刷してしまわないので、ちょっと気が緩んでるのか、アップしてから直すというちょっとあんま良くないとは思うんですけど、どうしてもそうなることもあります。それとあと引用するときは気を使いますね。これはやっぱりどこからから引用ってしっかり書かないと著作権侵害になったり別のような問題を引き起こすので、こういうことのチェックをしないといけないということですね。だからあくまでも自分が日記を書いてプライベートに残しておくんであれば、こういうことを気にする必要はないですけど、少なくとも商売ではなかったとしても公のところのスペースにこう発信するという責任というのはありますよね。であとですね、このブログを書くんだと決めて動き出すと、まあ、人間ってそれは勝手なもので、思い浮かんだからブログを書くとか思い浮かんだから喋るっていうことが自然だと思うんですけど、でもやっぱり例えば少なくとも毎日やるとか決めちゃうとね、その毎日やるためのネタ探しが始まるのはもう致し方ないですよね。そうするとまあいろんなパターンがありますけど、まあ下にいっぱい書いてますけど、私別に仕事のことだけをブログに書いてるわけでもないし、かといってプライベートオンリーで書いてるわけでもないので、やっぱりどうしても混ざってきますよね。まあ、その中で右に書いてますけど、流行りのワーケーションとかいうことも相まってね。だから先日も私絵を描き出したので油絵のことを描いてみたりね、まあ、スポーツだったら時々水泳はずっとやってるんで、そういうことを描いてみたりっていうことはあります。で実際ですね、そういう中で今ってですね、こう見たものを聞いたものをネタにしようもたらいくらでもできるんですけど、やっぱりその自分の体験とか自分の考えたこと、オリジナルなことをどう出していくかっていうことがね、
やっぱり一番大事だなと思いながらですね、まあいずれそのブログの書き方の本を書きたいかといえばそういう考えはあんまりなくて、例えばもうすでに例えば文章を書くためのコツとかノウハウとかいう本は山のようにあるし、あとはブログのね成功の仕方とかブログのやり方とかこういう本もいっぱいあります。で私もやっぱり仕事柄も含めて時々それ眺めながらね、まあ世間の常識というか世間の今のトレンドを分かりながらで自分の立ち位置っていうのはいつもこう決めようと思ってるんですけど、まあ例えばこの、連続38日間の中で一つこういうね、人類は世界を情報共有化で一つにできるだろうかという、これは実はもうここで解説すると次のうちの事業の宣言をしたんですね。もともと20年前にここに2つ本がありますけど、こういうビジネスをやってきて、もともとは中小企業の世界の情報共有化とかね、それが大企業とかにつながっていったんですけど、今はもう世界の情報共有化っていうことをねどうするかっていう時代に突入していると思うので、まあその宣言のためにこれブログを書いたりしました。あともうコロナ禍の中でも皆さんもう大変な苦労してますよね、在宅勤務とかこういうことで、これに関してはまあ私のこの引用の仕方っていうのはうちは昔から一番上にありますけど、今こそ地方と海外と在宅がつながる時代とかね、在宅勤務と海外ビジネスよもやま話、これはもう、タイムスタンプ的にはもう 4,5 年前に私がこのアメブロに書いてた内容をリブログさせてもらって、その上でまあ日本のテレワークは失敗すると、だから実際進んでないですよね、元に戻ってきてません、元に戻ろうと、またオフィスに行こうと、まあこんなことを今も書いてます。まあだからこれはこの観点からいけばこれずっと書き続けることになりますね。であとこう書いていてね、ブログを書くことで苦労したので、苦労するっていうのは私は人よりも書くのが得意かどうかといえば、私は書くのはあんまり得意じゃないですね。ただ20年前から本を書くことを始めているので、書き方というのは なんとなくやっぱり分かってるし、まあ、書けと言われれば書けるんですけど、ただこのひらめきがない文章を書くというのはあまりよろしくないなというふうに思うんですね。やっぱり文章というのはひらめくっていうことが大事だから、でひらめくっていうのはよくありますよね。サザンオールスターズの桑田佳祐さんがきっと どこら辺か忘れたけど、愛しのエリーを出した頃ですかね、もう曲が降りてこないって言ってなんかノイローゼになったとかの未だに印象的ですけど、まあブログの1500文字か2000文字書くのはさすがにそこまでいかなくても、やっぱり本を書き出したらですね6万文字7万文字になって結構皆さんもう書けないとかね、ひらめかないってなるんですよ。だからまあ、これでも解説したつもりで、またいずれそれはもっとしっかり、ノウハウとしてまとめたいんですけど、結局アイデアも一緒でひらめいた時に書くしかないんですよね。でそうするとその準備をしておくかということであって、でそうすると本来月、毎日一件書くというのは違うのかもしれないんですよ。極端なこと言えばその日は降りてくる連続の日があったら1日に5件でも6件でも作ることができると。だから作ることと毎日アップすることはもしかしてずれていてもいいんだろうなというふうに思いますね。で実際私このブログを書き出してからちょっと調子に乗った日は何個か途中まで書いてしまうんですね。だから今でも俗に言う書き溜めしたものが10個ぐらいあって常に10個ぐらいキープ今してるんですね。ただそれをいきなり出せるかっていうとね、正直結局文章をちゃんと作って今度遂行して写真構成考えないといけないから結局一から作るのとあんまり変わらなかったり、それとですね最近気づいたのは貯めるじゃないですか。貯めておくと例えば向こう5日間楽になるなと思うんですけど、だけどダメなんですよ。貯めたものっていうのはねアップしようという気になかなかならないんですよ。だから今伝えたいことと1週間とか2週間ずれてくると考えが変わってしまうってもありますよね。あるいは時事ネタとずれてくるってこともなくはないですよね。だからそういうことも気にしながらどうしようかなというところで、なんかこのままいったらブログか毎日書くことを続けていってしまいにはなんかアップしなかった原稿が 4,50 個できそうな気もしますよね。まあそれが今私のちょっとした悩みでもないんですけど、ちょっとしたこうジレンマですかね。
で、本の話なんかもしましたけど、私こういうの本を書いてきたんですけど、まあ結局もう一度言うと、本を書くこととブログを書くことは同じ文章なんですけど、やっぱりかなり違うわけですね。このかなり違うことの整合性がつくのかどうかということですよね。で、私は基本的に本を書くこととブログを書くことは違うものと考えた方がいいと思います。やっぱり本というのはしっかり、例えば、まあ、住宅で言えば、ね、大きい小さいあるにしても、家族3人4人が住めるような住宅を作るために、応接室があって、廊下があって、キッチンがあって、ベッドルームがあってみたいな、そういう構成じゃないとやっぱり本はできないんですけど、ブログの場合は、今日ちょっとキッチンのことが書きたいからキッチンだけ書こうとかね、毎日キッチンのことで書いたって全然構わないし、まあ、そういう違いはありますよね。まあ、それと何よりも先ほど言いましたけど、印刷されて、SNB コードを付与して正式な本にして流通させようと思ったら、やっぱりかなり文章の遂行と、構成ですね、このあたりが必要になってきますよね。まあ、構成とあと校閲ですね。ね、今誤字脱字のチェックをする校閲、構成と校閲といっても、中身の本当に整合性とか全部チェックするという、そこまでやらないといけないっていうことになりますよね。で、ちょうどこれ、7月7日ですね、先日発売して、ちょうどこの間に私もブログ書きながらこの本もいろいろ手直ししながらすると、で、実はこの PDCA そのものであるの中にブログの文章をそのままここに入れたんです。だからそれは実はこの本の一つの章、項を作るときに、これブログにも使えるなと思って先にブログに上げて、結果的にこの本に入ってたりね、まあだから部品としては使ってもいいかなというふうに思ってます。で、結局ですね、ブログというのは単なるその書くための一つの表現で、表現のプラットフォームですね。だけどやっぱりこの表現するっていうのは、書くか話すですね、左側から、この2つしかないと思うんですけど、書くか話す、まあどっからスタートしてもいいんですけど、なんか話そうと思って情報を調べて、本を読んで、人と話をしてまとめて表現するというとこから始めてもいいし、この表現から始めて話してみたら、結構またひらめいたってこともあるし、また調べてみようってことがありますよね。だから結局タイトルに書いてますけど、情報知識を知恵に醸成するということで、最初はね、その知恵のことばっかり喋ろうと思う必要もないし、単なる今日朝新聞見たとかね、まあ、今日の日経新聞にこう書いてあったとか、今日見た雑誌にこう書いてあったとか、例えば電車の釣り広告にこう書いてあった、それに対してどう思うか、どう考えるかを書いてみるとか、まあ、こういうところからのスタートでも全然おかしくなくって、大事なのはこれ循環させることですよね。で、聞いてこう思ったってほっとく人と、いや聞いてこう思ったけど本当かなと思って、もっとそれを深く調べていく、その言葉とか表現とか事実を調べていったりね、まあ、こんなことはできますよね。で、その中で、まあ、今時は話すこともこういうふうにライブで喋ったり、このね、オンライン上で喋ると記録はしやすくなりましたけど、まあ、一般的にこの一番下に書いてます、記録するっていうことが大事なので、そうするとやっぱり書くことかなというふうになりますよね。まあそんなことで、これは別の意味ですけど、表現をするための源泉って何かって言えばっていうことで、やっぱオリジナルな素材が一番下にあって、それをこう醸成する、醸成のフローって大体こんなイメージですね、あくまでイメージですけどね。で、こう醸成していったら、それを書いてみる、話するとかね、あと撮るっていうこともそうなんですよね。撮る、でブログを撮るってことはできないけど、例えば本だったらその表紙を撮るとか目次を使うとか、いろんなことができたり、まあ表現っていろんなやり方があるんですけど、まあ、私はたまたま、もう一度言いますと、20年前に本を最初書いたことがきっかけになって、まあ、それはねセミナーやってましたから、まあ、ここに書いてあることは全部やってみて、このライブも、このブレワ自体をね、もう去年の11月からやってるんで、もう大体全部やってるんですね。だから、まあ、これから新しいメディアが出てくる可能性もありますけど、私が一つ試しながら、あとうちのスタッフとか周囲のパートナーさんとかで、今このブレインワークスのトリプルメディアっていうのを作ってましてですね、まあ、この温度メディアを中心に、
ちょっと見にくいですけど、左のペイドメディア、アンドメディアとかね、ありまして、そういうとことこう、ただアンドメディアがあるから、このすでにあるペイドメディアとかアンドメディアをどう使うかってことになりますけど、まあこういったことをますますね、日本国内だけじゃなくて、昨日先ほど言いましたルワンダのブログを書いたように、今度ルワンダのブログに関して言うと、私たちは、ハッピールワンダという SNS の Facebook ページを運用してたり、あとですね、今度ルワンダ、ブレアンスアフリカという会社があるので、そこにこう YouTube チャンネル、アフリカ情報だけを発信する YouTube チャンネルがもう立ち上がるので、まあ、そんなようなことをね、どんどんやりながら、このメディアをどんどん広げていきたいなというふうに考えてまして、オンラインのセミナーを中心にやるのがビーナビオンとかね、まあこういうオンライン上のサービスをどんどんやっていこうと思います。でその中に、じゃあ話せば全て完結するのかっていうことですけど、やっぱりこの書くということをどうやって取り入れてくるかですね。先ほど表現の中に書くってことはとても大事だとお話しまして、まあそれがこれからもね、私たちも考えていかないといけないなと、まあ、このように思ってまして、でですね、まあ今後のブログの活用の方法ということも、まあいろいろ考えてる中で、一つですね、まず先ほどちょっと途中まで言いましたけど、これ下側がまあ今までやってみたことですね。左の下のこの本にするということで、ちょっと小さいですけど、もし自分の会社の社長が AI だったらっていうのはですね、まあ AI、 今 AI 流行ってますよね。だからテクノロジーの本なのか、それとも AI のイノベーションの本なのかって、まあ皆さんタイトルからするといろいろ想像されると思うんですけど、まあ私はなんていうの、タイトルをごまかしたわけじゃなくて、単純にその AI というのはそもそも人間のことを考えることでしょっていう、もう常なる私の考え方があるんですね。 AI のことを考える前に人間のことを考える。例えば人間らしさを考えるから AI っていうのは生きてくるとか、主役は人間なので、あくまで、まあそういう意図があって、でこの実は中身は 80% ぐらいブログなんですね。先ほど言いましたけど、アメブロに書いた内容を引用してきた内容なんです。だから私にとってはそのブログから本格的に作った本というのはこれなんです。 で実際これは使えるなと思っていて、でちなみにですね、さっきちょっと言いましたけど、まあそのブログといっても、今日こんなご飯食べたとか、芸能人とか見てるとね、写真だけアップしたり、まあ、それは芸能人のインパクトとか元々伝わるものがあるからそれでいいんですけど、私がそんなことしたってね、誰も見てもくれないので、やっぱりどうしても文章を書きますよね。で私は比較的文章長い方やと思いますね。でいろんなやり方はもちろんありますよね。写真を多くやれば文章が少なく済むとか、ただやっぱりちょっと専門的なこととか、具体的意見を言おう思ったら自分なりの考えの背景を説明しないといけないので、だんだんと長くなるんですよね。だから先ほどちょっと言いましたけど、ひらめいた時はだいたい1500文字以内ですっと収まるんですよ、完結するんですよ。ところが何か伝えたくなって何回もこう遂行して考えてると、だん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 長くなって2500ぐらい超えちゃうんですね。で3000とか5000だったらもうはやブログを超えてるから本の原稿になるんで、そういう時は途中でやめるんですね。まあだから簡単に言うと、まあ平均1500として、私が今回明日で40回になるんで、それ6万文字でしょ。だから約1ヶ月半ちょっとで6万文字なんですよね。で分厚い本で8万文字強ぐらいで、まあ今時の本だったらもう6万文字ぐらいで1冊の本ができるんです。だから簡単なこと言えば、ブログの内容を、まあ、ちょっと手入れはしないといけないんですよ。本の構成に対して編集をかけたり、いろいろバランスを取らないといけないので、ちょっとしたそういわゆる編集作業っていうのは入ってきますけど、やっぱりまあだけどブログから本にするっていうことは結構私もルーチンワークとしてできそうだなと思っていて、まあイメージは8月ぐらいになった時にね、もしそのまま書き続けていればですよ、何があるかわからないので、まあ少々熱が仮に出たとしてもブログは書けますけどね、まあどうなったら書けないんですかね、ブログはね。骨折しても書けそうだし、まあ考えてみたらブログって書けますよね。まあで8月末ぐらいになった時に、それでだいたい12万文字ぐらいになるんですよね、予定ではね。そうするとすでに2冊の本が作れるっていう、まあそんなぎゅうぎゅう詰めじゃなくて、
まあ15万文字とか20万文字たまった時に、例えばそこから2、3冊の本をね、構成してみるというのをこれから試そうかなと、まあこんなふうに思ってますね。でもう一つ今までのことを言うと、まあブログをメルマガで配信するってことできますよね。読んでくれるかどうかわからないけど、こういうブログ書きましたっていうメルマガ配信は当然できます。 SNS にも持っていきます。で最近うちで始めたのはこのブログ動画というのを始めてですね、ブログで書いたことをちょっと写真とかを差し込んで動画化するというブログ動画、ブログから動画を作るというブログ動画をうちが発明したんですね。ただ世界中でやってる人はいると思いますよ。それと私はよくブログをセミナーネタにしたり、セミナーをブログにしたりしますね。で今ちょうどこのビーナビオンの、簡単な説明しましたけど、私たちはもうオンラインプラットフォームで、まあ、Zoom とか Skype とかそういう世の中にあるサービスに依存しないビーナビオンってサービスの中で毎日のようにセミナーやってて、私もその4月からだったら大体100回近く喋ってるんですね。で喋れば喋るほどブログに書くようにできるしっていう、そういうちょっと相乗効果で今までやってます。でこれからどうなるか、これからうちがどうするかっていうことなんですけど、まあ特段ビジネスモデルとして画期的なんじゃなくて、すでにできる範囲で今考えていることだけをまず言いますよね。今のテクノロジーでできないことはこっちが妄想であったり将来に備えてね、あまり人にベラベラ言いたくないところはありますけど、もう今見えてるところでいくとですね、まあ一つは VR ですね、バーチャルリアリティ、仮想現実、ブログから VR に飛ばすとかいうのは、そのテクノロジー的には簡単にできるんですけど、 VR も一つのメディアとも言えるので、その VR 自体のコンテンツをちゃんと作っていかないとブログが生きてこないので、そういう連動でこれから考えていって、これを近々で始めようと思ってます。あとですね、ブログ自動生成、右に書いてますね、ブログを自動生成してみたら一体何が起こるか。まあ今だったら、まあ、自動翻訳ですよね、自動通訳も結構いい線来てますけど、やっぱり自動翻訳の方が早いでしょうね。自動翻訳っていうのはこれからできる。であとはこの音声から文章を生成するっていうことが、まあ、私もね今回ブログを書くために、まあ、何人かに聞いたら、いや近藤さんそれ例えばスマホのSiriに喋ったら書けますよっていうことで、実際ブログを上げた中でも何本かしたんですけど、Siri滅裂になりますね、私の場合はね。私は今朝ね、フラワーロードで花を見ました、丸とかね、開業とかね、言わないとできないと、それを言った瞬間にもう言いたいこと忘れてしまって、なんか左脳が働いてる感じで、だからそういう意味でこう喋った言葉をインタラクティブに文章にするっていうのは、やっぱり落ち着いて酸素でもこもらないとできないのかなと。で酸素にこもれば自分で打てばいいから、どっちかなと、まあそれは迷ってますけど、ここでいうブログ自動生成っていうのは AI 君が発達して、あちゃこちゃで喋ったものとか自分の過去の、自分のですよ、自分の過去の書いたものを全部まとめてきて、 AI 君がはい今日の気の利いたブログっていうのに発信するようになるだろうなと。でその時にそれを見て見たい人がいてくれてるか、それを自分が選択するかっていうのは分からないですけど、まあテクノロジーとしてはもうそこまで来てますよね。だからそういうことがあり得ると。で次ですね、もうこれはすぐ始めますけど、動画ブログをやろうと思ってましたですね、これ意外と世界的な大ヒットになるかもしれませんけど、皆さん YouTube でペラペラ喋る、ペラペラ言うと怒られますけど、私もこれ今日喋ってますけど、まあ今日の私のこのブロワということでライブ配信、好きなことしゃべる時間ですけど、これ30分で長いんですよね。で動画ブログって何分だろうと、 TikTok がありますけど、その人がバーン出てきて15秒だったら、そりゃちょっとあんた短いよねっていうことだから、3分ぐらいかもしれない、3分間スピーチってありますよね。だから8月ぐらいになったらうち3分間スピーチ的動画ブログをスタートしようと思っていて、まあこのプラットフォームで喋りたい人もね、たくさんいてるでしょうから、いてはるでしょうから、まあそんなことをやっていきたいなと思っています。でじゃあ今度何がしたいのかっていうことでする、特段個人でいけば、まあせっかくたまたま本を書いて人に何か伝えて表現するということを、まあ学んできたというか経験してきたので、
これは自分がモデルになる限り世の中に出てくるプラットフォームの中でいろいろ試していきたいなというのがあります。それともっとしたいのは、あの真ん中に書いてますけど、ブログっていう世界をもっと広げてね、この記録するプラットフォームで考えれば、もちろん動画も写真も全部記録なんですけど、もう人類はもう記録できる時代に入ってるので、まあ簡単なこと言いますとね、記録することによって周辺の人とか大事な人とかね、アフリカの人に伝えることはできますけど、それよりも100年後1000年後ね、残っていくようないろんな記録をね、残していけるようなプラットフォームということでは、これは事業として今は構想しているので、まあ、そういうところをこれからどんどん進めていきたいなと思います。で、まあ今日はブログの話ですけど、まあ人間が多分書かなくなったら終わりだと思うんですよね。いくら自動化されて喋れば文章はいくらでもできるとか、そういうことじゃなくて、人間はやっぱりその書くということを覚えたことによっていろんなこう進化をしてきた動物なので、やっぱり書くと喋るってこともそうですけど、このそれと匹敵するぐらい書くということは大事なわけですよね。なのでまあぜひブログに限らず、まあ日記でもいいんですよ、手元の公開する必要ないんです。やっぱり書くということを始めてみてはね、どうでしょうかという、まあそんな今日は結論にさせていただきます。で最後、まあこれオウンドメディアの成功の秘訣、最近ずっと言ってますけど、もうすでに言いましたけどね、やっぱオリジナルであること、等身大であることということで、まあ面倒くさいけどやっぱり PDCA を回さないとそういうことはできないのかなと、まあそういうの思います。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございました。